やれやれだぜ。おお、いきなり。あ、これ決めかな。ちゃんと手が震えてますよ。まだバランス難しいやつ来た。何満足してんだよ。はい、はい、満足しました。スタープラチナザワールド。やれやれ、間に合ったようだな。空城城太役の小野大輔です。いやー、すいませんね、来ちゃって皆さん。あれ、あー、時止めたまんまだった。そして時は動き出す。いや、じゃあお座り。あれ、なんかいる。あれ、なんか急にいました。え、なんで小野さんいるんですか。あれ、城太郎。久しぶりだな、アブドゥル。先日 LINE して以来だな。そうだな。LINE はしている。 LINE はしスタープラチナ、ね、ザワールド。そういえば僕もね、そして時は動き出す。楽しみにしてたね。そうね、だからあの大宮ね、行けた感じで。12 seconds later。 でもなんか画面の前の皆さんの反応気になりますね。そうなんですよね、本当にサプライズですかね。スタープラチナザワールド。ちょっと。そして時は動き出す。 Several bad puns later。 いくぞ、ジョス。来てください。おらー。あ、もうちょ、正面だめ、正面だしろ。サワールド。そして時は動き出す。全く理解を超えていたのだな。どういうことだ、ポロ。ありのまま今起こったことを話すぜ。俺は奴の前で階段を登っていたと思ったら、いつの間にか降りていた。何を言ってやがる。何を言ってるのか分からねえと思うが。そんな顔してますよ、ね、俺も何をされたのか分からなかった。頭がどうにかなりそうだった。催眠術だとか超スピードだとか、そんなチャチなもんじゃ断じてねえ。もっと恐ろしいものの片鱗を味わったぜ。やれやれ。やりますか。やんのかよ。やんねえよ。やんねえよ。やんねえんだよ。すいませんね、あの、ごめんなさい、ね、あの、いつもやらせていただいてるやつでございます。すいません、失礼します。やんない。あの、こういう感じできないんだとか、そういう状況の中でこの人だけバカなんですよ、ずっと。おお、バカってどういうことだよ。バカにバカって言って何が悪いんだ。なんでだよ。やんのかよ。やんのかよ。いや、本当のやり取り見れてる。やんねえよ。あれ、もうバカっつったか今。誰がバカなんだよ。待って、そのパターンは初めてだから、まだついていけんかった。来人さん、時は今すぐ抱きしめた。どうした？うまい。何でもないとこじゃない、もう。もうほんとさ、もうほんと食べられるんだ。ぶっちゃけあれだよね、もう、なんていうのかな。今までの、ほんと、やってきたこと以上のことが今起こってる。俺、経験したことないもん。いろいろやってきたけど。あ、もうちょっと待って、一人で食うなよ。一人で食う、一人で食うなっつってんの。おい、一人で食う。
まい、あめはふたすわ、シュークリーム勝手に食うわ。お腹空いてた。ごめんごめん、麺ごめんご。ただね、なんだ、美味しい。いやー、喋り倒したよね。だいぶ喋りましたね。そうだね。もうむしろもうおまけであの料理作ればいいんじゃないかなって思ったけど、 それだと尺足りないんだもんね。まあ確かに。いやー、めっちゃ鍋あんだけどさ。隣にがっつりありますけどね。ですよね、はい、ちなみにマジックってこうやって喋りながらこういう大きな道具をやるというのはほとんどないんですけど、見すぎ見すぎ。え、ないないない。そういうコーナーじゃない。お前はどこ見てんだっつのほどバカ野郎。すいません、大丈夫です。何せも安心なところはなかったです、はい、これね、箱よろしくにゃんにゃー。マジで可愛い、マジで可愛いよ。カニキャンサー、キャンサー、咳式熱烈キャンサー。おー、こっちか。よいしょ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 。フラッシュバック。ビーチだってジャスだって楽しんでエナジー。